毎日新聞の記者がやってしまいましたというニュースでございます。この三原健太記者、毎日新聞の記者なんですけども、まあとんでもないツイートをしたということで、今日もバズっておりましたね。はい、これになります。下は私のこれはね、これはコメントになるんですけど、上です。ににしろ矢原翔介にしろろ原 政治の知識も大してない人たちが事実関係について言及しようとすること自体がニュース番組として間違っている彼らが話せるのはそれこそただ感想ぐらいだこれダメですよね。 あの言ってはいけないことを記者が言ってしまったということになります。はい、そして、これ下はね、私がツイートしまして、もう多くの人に賛同いただいております。もう大,大バズりということで、もうこのねツイートはもう皆さんがガンガン発言をしてるわけなんですけども、さあ、これがね、九段の宮原記者でございます。で、この画像は何かと言いますと、彼がやっている YouTube 動画。はい この動画の中で、えー、彼がね案内していた、まあ、自分の姿でございます。でね、最初に言っておきたいんですけども、これぜひ皆さんも見てほしいんですが、なかなかいいね、これ YouTube 動画なんですよ。あの、まっとうなことも言っておりますし、ああ、なるほどねって、やっぱりそれは新聞記者の視点は違うなということをちゃんと言っております。これは私ね、正直に見て思いましたので、えー、平等な立場からこれはあの評価したいと思うんですけども、ただね、YouTube のコンテンツを細かく見ていくと、やっぱり偏ってるなあって得があります ますよね。はい、例えばこれを次の画面なんですけども、これね。現役新聞記者が質問に答える雑談枠ということで、例の内閣支持率を上げております。で、これはもちろん毎日新聞の記者ですから、毎日新聞のあのバイアスがかかった。 世論調査ととといいいううこににななりりまますすすよだからものすいい、ね、もののご不支持が多私は彼に言いたいのは、まず1点目。これは毎日新聞の世論調査なんだけども、毎日新聞の世論調査自体が必ず極端に触れますよね。間違いなく朝日新聞よりも左に寄ったような調査結果が出るのはなぜかと。 そこを説明してほしいですね。そしてもう一つ、この下見てください。新型コロナ対策、旧統一教会対応、物価高対策、国葬ということで、ほら、評価しないがこんなに多いぞ。特にね、上から二つ目、統一教会の対応は評価しないがなんと72%であるということを言っておりますけども、これね、見ると非常に私、妙な違和感感じるんですけども、この質問の中に、どうして防衛問題、国防問題が入っていないんでしょうで おそらくはここに今の岸田内閣の防衛問題防衛対応をどう思いますかというと評価しないが増えてるはずなんですよでもそれを乗っけてしまうと今の防衛対応を中国に対するあのぐにゃぐにゃ言ってる姿勢は問題なんでということを言わざるを得ません。 おそらく彼はそれを避けたんだと思いますね不思議だと思いませんかね乗っけるべきなんですよねだから私はそれはあの関しましては彼に説明してほしいと思いますねさあそして次でございますバンキシャ制度が政治家への追及を甘くしているという批判がありますが宮原さんのお考えを教えてくださいと でこれはね、えー、一理そういうことはあるよね、あるかもしれないよねということに言及した後に、我々というのは、このやり方で注意しなくちゃいけないのは、政治家が100ある情報のうち、半分を隠して、残りの、ね、都合のいい情報だけを流すと、でそれをただあ素通りさせるようなことをやってはならないと、それが危険ですよね、それは我々は注意してるんですよということを彼は言ってるんですよ。 でこれだけ聞くと最も,もです。だってこれ言ってること間違いありませんよ。これ正しいと思うんですけども、問題はね、それを聞いたあなたたちがそこにさらにバイアスをかけて伝えてますよねと、その事実を彼は完全にスルーしておりますよね。発表したことをそのまんま報道するんだれば問題ないんですけども、そこからさらにバイアスをかけておりますと。はい、これをしっかり言ってください。だからちょっと妙なんですね。さあ、そして、えー、これがね、 あこれですねこれが最後になる、あ一つ前なんですけども、新聞記者質問に答えるということで、でね、で、えっ、ー、と、なんでね、あの泉代表は起用ということが、いろいろ考えてるんですけども、これね、結局ね、えー、これ、あの、簡単に言いますと、岡田議員を批判しているわけでございます。なんでこんな人を起用してるんだと。で、これに関しては、 最後、この人聞いてますよね。立憲はもう終わるんですかねと書いてありますけども、えー、このね、三原さん、どういう論調かと言いますと、立憲は終わらないと。立憲が終わるようなことあってはまずいよねというようなことを言ってるんですね。ちょっと新聞記者とは思いません。さあ、そして最後です。これはね、質問自体は挙げたということは三原さんいいですねと評価します。なぜかと言いますと、合同ヒアリングが単なる吊るし上げじゃないですかと。 あんなことおかしいだと。えー、んでね、支持率がこれで上がるほど国民は甘く見るべきではないと思いますということで、これを取り上げたことは評価したいんですけども、最終的な三原さんの答えというのは、あれは吊るし上げなんかじゃないと、えー、そういうふうに見えるのはあなたがおかしいというような論調で締めくくっております。だから総合的に見ますとね、この YouTube 動画自体はね、本当にね、あのー、なるほどなと思ってあの聞いてもいいような内容だと思うんですけども、やはりおかしな部分が多々ある YouTube 動画だと言わざる えません皆さん是非ね、えー、見ておいてくださいなかなか面白いですよ。